浅野武士さんは、かつて存在した、日本の会社で、浅野財閥の商社だった。1961年に、東京通商に改唱し、1965年には、東通りと改唱したが、1966年に、丸紅いいだと合併した。浅野財閥総帥、浅野総一郎の銅像第一次世界大戦中、日本は、空前の後継期となり、 多くの財閥が商社を設立した。1918年3月に、朝野財閥は、米国グレース商会と共同出資で、朝野物産を設立したが、資本金が他の財閥商社の十分の一以下の100万円という小さな会社だった。戦後の反動不況で、小賀商事、久原商事、鈴木商店が経営破綻した。朝野物産も大きな赤字を出したので、 グレース会社は持ち株全部を朝野財閥に上として撤退した。その1920年に橋本梅太郎が取締役に就任すると従来の思惑買いをやめて堅実な手数料主義を経営方針にしてそれ以後常に利益を出した。1923年には関東大震災で被害を受けたが翌日から業務を再開し、 復興材料の輸入に全力を注いで、被害を総裁した。1925年に、朝の物産に税金商用を設けて、半年解禁で5円、1年解禁で10円、半年ごとに5円増額して、5年で50円、その後は、半年ごとに10円増額し、最高で100円を支給することにした。ただし、1分でも遅刻すると、0円に逆戻りするという罰則があるため、 遅刻者は皆無となり、朝の物産社員877人のうち100人が、この100円組になった。社員全員が8時半出社5時退社を厳守した。また社員に、休養の必要性を解いて、1週間の夏季休暇を規定した。さらに、社員に、喫煙の害を解いて、禁煙を進めた。1935年資本金を3倍の300万円に、すると、 そのうち50万円を基金にし、20年以上、勤続して、満55歳の定年に達してからも働き続けたが、病気で退職した者に、退職時の給料を死ぬまで支給するという、恩給制度を設けて、毎期総理益金の1割を、恩給の基金に繰り入れることにした。これは、他の民間企業にはない恩点で、賞賛と羨望の的になった。 1925年から1928年に、朝野物産は、金融強行にも影響されずに利益を上げて、無敗から1割、2割、3割と配当を増やした。1929年に、朝野物産は、堅実な資産内容、高い利益率、業務繁盛の点で、朝野財閥随一と称賛された。この頃本社は、丸の内会場ビル、支店は大阪。 ニューヨークシアトルサンフランシスコロンドン、出張所は横浜、神戸、文字、名古屋、代理店は横須賀、呉、佐世保、京城、大連、高尾、台北、札幌、特約店は英国13、米国10、フランス、ドイツ、オランダ、スイスに各一つ。主な貿易相手国は米英で主に日本の観光庁に納入したが、 それ以外にもホイペット自動車の部品を輸入し自社の自動車工場で組み立てて販売、さらに自動車学校も経営した。1930年の昭和教皇では影響を受けたものの1割の配当を守った。橋本梅太郎は1931年に浅野物産副社長に就任したが満州事変で為替が低落すると英国にみかんの缶詰と雑貨、 米国クリとマグロの缶詰、タイペルシャジャワにビールや電球を輸出してかなりの利益を出した。1932年に満州に新疆出張所を設けて原油鉱材の輸入や受け負い工事を行い利益を上げて配当を3割に戻した。1934年には日本石油歴規販売総代理系を獲得し昭和鉄鋼株式会社に投資し、 品川倉庫を建設した。1935年下半期には、資本金の3割の利益を計上し、300万円に増資した。この頃に、原油輸入が、浅野物産の中心的な業務になったので、タンカー乗広丸をノルウェーから購入したが、当時の日本には、タンカーは、この一隻しかなかった。1936年に、快速タンカー原用丸を発注し、 資本金を600万円に増資した。1938年に資本金を1000万円に増資した。1929年に日本ビクトリックを創立し、1933年に日本歩道、1934年に昭和鉄鋼、1936年に岡ノバルブ製造に投資して、朝の物産を高く化した。1944年1月に、 タンカーのりろ丸がアメリカ潜水艦ラッシャーに撃沈された。同年6月にはマリアナ沖海戦でタンカーーマ丸が沈没した。戦後の財閥解体では1946年11月に浅野本社が第二次指定会社に入り、12月には浅野物産が第三次指定会社に入った。1947年に浅野物産は 朝日物産を独立させたが、1961年に、その朝日物産と対等合併して、東京通商となり、1965年には東通りと解消したが、この年に、鉄鉱石輸入取扱い中では、三井物産、三菱商事に次ぐ3位で、旧朝の財閥の日本交換と協力して、ペルーのマルコナ鉄鉱産とオーストラリアの、 ゴールズワージー鉄鋼産の開発輸入を進めていた。この頃、マルベニーダは、鉄鋼石輸入により、鉄鋼企業と関係を築いて、鋼材の国内流通に参入しようと考えていた。そこで、日本交換、東京銀行、富士銀行の圧戦によって、1966年に、東通りとマルベニーダが合併して、マルベニーダが、日本交換の主力商社になった。 ありがとうございます。